夜の踏切って感じ。お、来てますね。おはようございます。12月1日、6時半です。一番列車ですね。おはようございます。12月1日朝6時38分です。いつもの浜に来ておりますが、今日はおテントさんが出てくるかどうか心配な天気です。だけどさっき河口のところで見たように、カメラマンの人が朝日の方を向いて三脚を立ててましたんで、僕も少し粘ってみようかなと思います。この不思議な感じの雲はひょっとしたら狙い目なんでしょうか、カメラをやる人にとっては。であれば、まあ僕も粘ってみたいなと。まあでもそうね、毎日違うよね、こうやって見てると本当に毎日違う。その毎日違う様子をこうやって見てるだけでも十分美しいね。十分だね。そんな風に思ってます。今、はい。昨日の話なんですけど、結局週刊バイタリティポイント、アクティビティポイントか、目標達成しました。して素晴らしいトロフィーをいただきましたが、ルーレットの方頑張ったんですけど、コーヒーでした。ローソンのコーヒーをまたゲットしました。しかし、コーヒー率が高いです。まあただでコーヒーをもらえるんですから、文句言っちゃいけませんね。コーヒーをまた住友生命から奢ってもらいました。ありがとう住友生命、ありがとうローソン。また今度美味しくいただきたいなと思っています。はい、今日はちょっと工夫してみまして、ボワボワ音が走っていると、このソニーのハンディカムじゃなかった、ソニーのアクションカム、なんでハンディカムって言っちゃうんだろうな、アクションカム、3000R なんですけど、 X3000R、 ボワボワ音が気になっていたんです。そう、走るんで向かい側から風が来るじゃないですか。このアクションカムって前にマイクがついてるんですよ、レンズの下に。だ、当然ボワボワ音が気になるなっていうことで、家にあったマイクを持ってきました。スカイプなんかで話すためのやつ、これです。これを持ってきました。このイヤホンはいらないんだけど、先っちょがマイクです。
ただのマイクだとまたボワボワ音がすると思ったので、そこにちょっといらない手袋の先っちょをかぶせて、ボワボワ音を防止できるんじゃないかというその安易な発想でもってやってみましたが、どうですかね、家の中で確かめた感じでは、内蔵のマイクよりは若干マシな感じで撮れてるようでしたが、いかがでしょうか。この波の音といい、私の声といい、どんな感じかな。よいしょ、今耳に装着しました。それで喋ったらこんな感じです。まあどんな感じなのか後で聞くまで私は分かりません。はい、いやーこれはまた足が濡れそうですね、いつぞやのように。お寺の屋根が太陽の光に、朝日に照らされてきています。ということはもうそろそろお出ましになるんじゃないかと、お天道様が。それを待ちたいと思います。トレイルランやってる人なら走るんでしょうけど、私はただのおじさんなのでこんなところを走れません。田中陽希さんとは違うんです。よいしょ、岩場はさすがに走れないのでウォーキングとなっております。しかし、ああ綺麗になってきた。いや、やっぱり綺麗だね、朝焼け。どうですか、朝焼けが綺麗だね。どうぞご覧ください。もう見たけど下から見る方がすごいね。こんなでっかい木やあんなでっかい石がゴロゴロ落ちてるわけ。さすがに遊歩道の方はもう重機で片付けられたんですけど、あの台風の翌日はびっくりしましたよ。遊歩道の上にまで上がってたんですからね、石が。これらの石がバーンと飛ばされて、波に飛ばされて、あっちの方まで、遊歩道の方まで上がっていたんです。あれなんかものすごいでかいでしょう。なんかいろいろなもんが流れてきてますね。どうかな、いつ頃お出ましになるんでしょうか。おお、雲が切れた。誰が作ったんでしょうね、このはしご。すごいなぁ。ちょっと使ってみよう。よいしょ、よいしょ。流木で作られたはしご。もはやアウトですね、これ。こうくぐってみましょう。見てください。アートだなぁ。もはや、アートです。素晴らしい。ちょっとここはペトロポットが邪魔で水平線が見えませんけど、それでも非常に味のある砂浜になってます。昨日紹介したほら、ピザ屋さんがね、こっから見えるでしょ。ブランコも、
こっちを走るとまだ感じが違うね。非常に空手の合宿みたいな感じで、これ体力使うんですよ。実は砂浜を走るってやつは皆さんにお見せしようと思ってこう走ってますけど、なんとも足腰にはトレーニングにはなっているのです。ゆっくりめに走ってますがすごいきついです。おじさんにはきついようです。とても残念ですが今日はお天道様登ってきてくれませんでした。本当に残念です。ロングで撮っていた動画の方は、残念ながら使えませんね。それでは、走っている方の動画も、厚い雲に覆われて太陽さんが映っていません。いやあ、あちらの方向に太陽が出てきてくれてるはずなんですけどね。今日は全く拝むことができませんでした。こうして出てきてくれないといかに大切かわかるよね。普段当たり前と思ってるものがないとさ、大切なんだなって、ないからこそ思うよね。あ、すいません、こんな皆さんに元気に朝日をお届けしようと思ったのにこんなしみったれた話して、ついね喋ってしまいました。それでは皆さん、またお会いしましょう。今日もお元気にお過ごしください。僕も切り替えて元気にやりたいと、そう思います。ではまた。